顔の傷は細かいものでも商品価値が下がる。加減しろよ、頼むから。やりすぎたのは面目ねえけどさ、どうやら身のこなしはいいみたいだぞ。待ってくれ。今ので銃を落とした。足も痛めてもう動けそうにない。朗報だ。じゃ次で楽にしてやる。一生遊んで暮らせる金の場所を知ってる。命乞いにしてももっとマシなフレーズがあるだろう。いいよいいよ、聞かなくって。気絶させて埋めちまおう。もちろん俺の金じゃない、組織の金だ。だがあんたたちほどの魔法が使えれば難なく奪えるだろうな。少し前、大規模な魔儀の密造があったの覚えてるか？公的機関に無許可でガキでも簡単に扱える殺傷力を持ったマギーを作ったバカどもか。そうだ、密売が行われる前だから金銭の押収はされていないと報道されていたが、すでに大口の取引を終えていたとしたら。おい、こんな奴の言うことを。まあ待てよ、もう少し聞いてからでもいいだろう。というわけだ。悪くない話だろ。金の件はさておき、そろそろそいつを話してやってくれないか？ダメだ。それが目的で口から出まかせを言ったと考えるのが妥当だからな。小さな悪事を忠告するほど暇じゃない。最初に言っただろ、あんたらの方が犠牲者なんだって。まだわかんないか？俺の連れは
女装趣味だからやめとけって同じ男として同情したんだよ。はあ、おいおい冗談だろ。一つだけあんたらに嘘をついたよ。許す。分岐を返し。うおお。他人の言葉を簡単に信じるからそうなる。そうですね。危ないところでした。そこにいろ。仕上げが済んだ。やろう、コレクターか。コレクターなんて大層なもんじゃない。ただの辻斬りだ。離れなよ。うっ、妨げることなき暗黒の箱だ。遅いな。妨げることなき暗黒の箱。バカリ、後足の癖。
せに。おいおい、吠えるのは体力の無駄遣いだぜ。しばらくしたら勝手に解ける。あんたの使う魔法、たまたま俺も得意だったんだ。偶然を憎みだ。ル、何を言ってるんですか。ルーを救ってくれたじゃないですか。すがりの正義の味方とかって感じですよね。いつもあんなにかっこいいんですか。あれって魔法ですよね。日常的にお世話になってても、あの規模の現象って映像の中でしか見たことなかったから。あんなに近くで見られてルー感動しちゃった。あ、感動って言っても純粋な力に対する本能的なもので、撮ってる時はちょっと怖かったかもしれません。変だな、いつもは引っ込み思案で人前でこんなに上手に話せないんですけど。のせいで靴が汚れてる。動かないでくださいね。
何か失礼なことを考えてませんか？綺麗になっちゃった。こっちも。ごめんなさい。もうちょっとですから。敏感なんですよ。めっちゃ視線感じてます。はい、本人はうまく隠せているつもりで、周りの人は全員気づいてるパターンだと思います。あー、マジこの人無垢な少女の胸見まくってるなーって感じです。はい、体を舐め回す趣味はあまり関心はしませんが、恩人ですからね、気持ち悪がったりはしませんよ。で興奮しちゃうなんてお目が高いなって、僕みたいな男の子に興味がある人少ないから。冗談です。ついてないですよ。ちょっと恥ずかしいんですけど、よければついてるか確認しますか？上でも下でも。名前はルー。教会への道を聞いた成り行きで乱暴されそうになったところ、優しい変態さんに助けてもらった女の子です。響きですが、忘れそうにないです。これから先、嫌ってほど聞くことになりそうです。ところで千里は、教会の場所って知ってますか？
知ってる？知ってますか？